やはり勝ちながら育てていかなければいけないというね、はい、まあ、確かに今言ってる柳田とかね、はい、まあ、確かにいいものあるんですけど、やはり言いましたけど今のところこう頭打ちになってる感じありますからね、はい、ワンボールワンストライクランナー一塁僕もこれはうまく取ったライナーです、ね、当たりは良かったんですが小屋野が取りました、まあ、今のホークスの、ね、はい、調子に乗れない、象徴ですよね。このいいあたりが抜けないわけですから、はい、これ抜けますと長打になりますからね、はい、まあ、1、3塁、2、3塁ですよね、はい、でワンアウトランナー1塁と変わりました。でバッターボックスは長谷川。